Hi everyone! How's it going? MCSA 会話のノアです。今回は今まで体のパーツや顔のパーツをやってきましたが、それらを踏まえて超上級編を紹介したいと思います。まず毛穴、毛穴はもちろんね、体のいろんなところにありますよね。あの肌も全体的に毛穴ありますし、髪の毛も毛穴だらけだと思うんですが、毛穴は英語で pores、 pores、まあ、あまり単体でね、あの1個だけの毛穴っていうことはあんまりないと思うんですが、一応1個だけだったら pore なんですけれども、まあ、複数あるので pores、 S がつきます。続いて枝毛、女性のね悩みでもありますよね。特にロングヘアの方とかはどんどんこう枝毛ができていっちゃって、なので枝毛は英語で split end、 split end、 split は分かれるっていう意味なので、まあ end はもちろん先っぽって意味なので、まあ先っぽが分かれてる、なので枝毛は split end と言います。続いてそばかす、そばかすなんて気にしないわなんて歌があったかと思うんですけれども、そばかすは英語で freckles、 freckles、いっぱいあるのでこれは必ず S がつきます。 freckles、続いてエラ、日本語だとまあこの、顎の部分ですね、全体的にここ全部が顎っていう言い方だと思うんですけれども、まああのエラっていう言い方があるかと思うんですが、英語にもこの先っぽの方は前回言ったように chin、顎の先は chin なんですが、こっちの方になってくると単語が違います。 jaws、 jaws、両サイドあるので S がついて jaws になります。昔ね、有名なあのサメの怖い映画 jaws ありますよね、まあ、サメとかあとあの、ワニとかね、こうすごいこう口がガーって開くような動物はね、 they have strong jaws、 こう jaw がすごく強いっていう言い方をします。続いて、これは男性特有ですけれども、喉仏、喉仏は英語で Adam's apple、 Adam's apple、アダムのリンゴっていう言い方なんです。これは、アダムとイブの物語ご存知かと思うんですけれども、そのアダムから来てるんですが、あの禁断の果実ね、リンゴをアダムが食べた時に一部分かけらがちょっと喉に引っかかってしまったっていうなんか物語があるらしいんですが、そこから来てアダムズアップルっていうようになったらしいです。続いて親知らず、一つある人もいれば四つとかね、あの複数ある人もいるかと思うんですが、一つだけだったら wisdom tooth、 wisdom tooth、 複数の場合は tooth の複数形 teeth で言うので wisdom teeth、 wisdom teeth、 wisdom っていうのは日本語で言うと知恵っていう意味なんですが、なぜそんなじゃあ知恵の歯っていう呼び方をするかというと、wisdom teeth、まあ親知らずはだいたい大人になってから、まあ、あのだいたい高校生とかね、こうティーネージャーになってから出てくる場合が多いので、ある程度知恵がついてから出てくる歯っていうことで、知恵の歯 wisdom teeth というようになったそうです。続いて血管、血管ね、結構こうマッスルな人とかこうグワッて浮き出てたりしますよね。血管は英語で blood vessel、 blood vessel、 複数なら blood vessels、 blood vessels。 最後におまけで肉球ね、こう肉球ってプニプニしてて触ってると気持ちいいですよね。うちにもスタッフ猫が2匹いるんですけれども、ちょっと連れてきますね。よいしょっと。はい、今回は、白い方のサワちゃんを連れてきましたけれども、肉球ね、見せてくれるかな？肉球を、はーい、ピンクで可愛い肉球です。見えるかな？肉球、肉球は英語で paw、 複数の場合は paws、 paws、 こんな感じです。だいぶ嫌がってますね。そろそろ返してあげます。以上が体のパーツ超上級編でした。皆さんは何か知ってる単語ありましたか？ではまた次回の YouTube もお楽しみに。 See you again. Goodbye.